まこなこです。さて、続きやっていきましょうか。前回この辺りで一旦セーブやって、おっと、これもまた敵なんだろうけど、え、敵じゃないの今のは。どう考えればいい。多分あだあと敵として出てくるような気もしないでもないけどね。で、ここ、これ行ったことないな、この今の場所。すでにもう何か新しいマップになってるのか、見たことないような。さて、戦い、どうしたかな。ホーリーか、やっぱり。バハムーとかどうしようか迷ったけどね。ホーリーにしようか。うん、なんとかなっていうね。問題なく。今でレベルは42から40。これどうなんだろうな、全体的に左側も通れるし、まあでも、あ、これはアイテムを取りに行くかどうかの問題なんだよね。いいかなとか思ってるけど、取りに行かなくても。ついつい体が左側動いてしまった。多分真ん中が正解だと思う。とか言ってたら左側が正解っていうパターンもあるから。さて、バッツが倒される前に倒すことができるか。レベルアップ、レベル41まで上がった。右側は、あー、まあこっちは正解っぽいか。別の牢屋に出るんじゃないかな。だからこう、マンイーター、マンイーターとは人間に有効。これだとアサシンダーになる。あー、やっぱりもう最強やると動かすのがめんどくさくなるな、この辺り。装備が崩れる。で、まあそれ手に入れただけだな。面白くないね。とはいえ、ここら辺の敵は人型が多いので、そういうの狙うんであれば案外有効かもしれない。うん、魔法使うまでもなく。パリスはレベル42。いいね、育ってる感じがして。レベル50まであとわずか。これは左上か下か、通れないんじゃない。まあ、通れないね。あ、でも今スイッチあったね。これ後でショートカットできるんじゃない、もしやり直す際に。一旦ここで出てもいいかもね。アイテムとか買いに。どうするかな。普段欲しいアイテムとかないはずなんだけれども、これで通り抜けが可能になった。だが欲しいアイテムは特にないんで、もう行ってしまいましょう。おっと、逃げられないよ。ああ、さっきの女性。なんか竜騎士みたいな格好してるんだけど。クルル、なんかクルルの名前でも呼んだのかと思ったけど。乙女のキッス。まずに限りがあるから。転換、一気に倒した方がいいか。うわ、ボケとしてんな、ちょっとよくないな、これは。赤
ハムと。あ、まあ、ホーリー連発だけでもなんとかなるんじゃないこれ。メガフレア。3000か。パワーを集中ってのは敵のこと？とはいえ、我々が何かできるわけじゃないと思うけど。ホーリーだと2000か、2700。前に出されたから受けるダメージ多くなってんね。あと今から下がるかっていう話もあるんだけど、この手間はかけなくていいでしょ。プロテスぐらいはやった方がいいか。これさっきから受けるダメージが大きいような気がする。あとファリスが多分隠し通路のままかな。アビリティ4魔法にやってれば問題なかったんだけど、それでもこれだけであるならば問題なく勝てるんだけどな。ホーリー向こうが使ってきた。何それ、向こうの方が神聖な立場なの。すごいいいダメージ出してきたんだけど、まあそもそもなんで究極魔法向こうが使ってくるんだって話だけど、あー変える、あー数ないぞこれ。買いに戻りたいな。取り押しした方がいいような気もしないではないけど、うん、ホーリーハリカルナッソス、そんな名前だったんだ。そろそろ終わるとは思うんだけど、うん、あったクルルの MP が少ないね。それでも一発クリアなんで十分でしょ。ベーテル使っておきましょう。今でどれぐらいなんだろう。まだ最後のダンジョンみたいな場所には来てないので、なんか変なのいるんだけど。あーそうだそうだ、ファリスアビリティ変えるの忘れてた。ティアルガ、ティアルガはちょっとオーバーだったな。ファリスを白使ってるようにやっとけばプロテスとかが楽に回るんだけどね。これ攻撃すると反撃でやってくるやつか。あれ以上じゃない。間違えた。分かった。れで攻撃控えましょう。脳みそを吸い取られた。これの効果が分かんないんだけど、とりあえずプロテスとシェルをやり終えたら攻撃やりましょう。あとファリスのみ。
受けるダメージも減ったね。これライブラで状況を見てからアリスが何もできなくなってるんだけど、39.5万か。水に弱い、聖なる力にも弱い。じゃあホーリー入れんだらいいんじゃない。メガフレア、それでも耐えられてる。当然リヴァイアさんも水の水遁の術があるか。ホーリーの方が強いね。だがいいよ、今のは弱かった。今ギガフレアのためユンヌンカンヌンで書いてあったけど、うん、どの道やられてんだけど、これはひどいけど耐えてる。危ない危ない。1回だけじゃ回復しきらないか。ホーリー7000か。バッツの方が威力が高いね。リアルが少し待っときましょうか。敵が何かしないか。メガフレア、パワーを貯めなければ威力はないのか。そろそろ終わるんじゃない？ああしまった、ナメプやった。今二人ともホーリー打たせちゃった。反撃で何かやってくるんであれば倒しきらないとなんだけど、なんとかなった。いよいよ最後のダンジョン行くんじゃない。これインカーベル、うん、わざわざ道を作ってくれている。一旦帰るって選択肢もあるけどな、どうなんだろう。まあエーテルもたくさんあるからこのまま行きましょうか。いよいよ、そして音楽どうなってるかでね、どんなもんだろう。ちょっと記憶になかったから反応ができなかった。バハムート、メテオをやってくる。ちょっと待って、今2000何ぼってなってなかった？逃げた方がいいんじゃない。これ勝てんぞ今の状況だと。逃げてー頼むから、危ない危ない。2体同時はきついな、さすがに。クルル、カリウドにやっとくのはナメプか。これはまあでも魔法系というわけにもいかないんだよね。金の髪飾りがもうないから。だから侍鍛えるかって話にもなるしで、侍で防御関連期待しましょう。いるね、ギルガメッシュが。ウマシュリッケン、逃げましょう。ライブラだけでもやっておきたいな。82、1万8000か。水に弱い。なんで向こうの方がちょっと逃げてんのに。あ、これあれか、ファリスにした方がいいか。いや、そのファリスが倒された。
なんで俺キャラ切り替えできてないの？バグってる？あ、そんなこと言ったら、そんなこと言ってない。いや、強すぎる。なんだこれは。どうにもなってないぞ、今の。よかった、これセーブできて。昔は多分、あ、これそうそう、こういう一体ずつ来ないと。さあ、って今までのお返しとばかりに。倒していきましょうか。あ、何この、これひどいわ。このさ、攻撃やったら反撃でダメージ与えてくるの何とかしてもらいたいんだけど。もう勝てないんだけど、こんなメテオなんてやられたら。これ。何これ、1体倒すために何シェルとかちゃんとやっていけって話になってんの？なんだこのバランスは。全く理解ができない。だから無理だっての。あれか、なんか逃げるコマンドあってね、煙幕だかなんだか知らんけど、それ使えってことか。だからそのキャラが倒されたら終わるんでね。煙玉とかなかったっけか。なんだかもうここから先はレベルが上がらないってことにもなるけど、無理だま。あと5対面。これ倒せんじゃないとか舐めたこと言ってたら倒される可能性がある。弱点は特にない。浮いている。ルールの扱いは考えないとな。あ、そうかそうか、さっき侍にしたつもりだけど切り替わってるんだ。これも倒しきった方がいいでしょ。多分あともう一旦かかる可能性あるけど、いや大丈夫か。経験値が手に入んないんだもんな、こういう風に戦っても。さてアイテム、あ、その前にジョブ変えて、これも煙玉あるね。白魔法アビリティ、これも白魔法だが、ギルガメッシュと当たる前にもしね、火が出てきたら終わるんだけど、それで。HP は大丈夫じゃない。あー、大丈夫かな？大丈夫じゃなかった。クルル前に出して、あとクルルの装備。めんどくさいな、これ。固定、欲しかったね。ギルガメッシュ。これプロテスとかやった方がいい？出たな、化け物。こっちのこと言ってるの？ひょっとして。だから自分がこの操作することによってさ、メッセージ消えるのやめてもらいたいんだけど。ライブラ、これギルガメッシュは何だろう、もうゾンビ扱いになってるのかな。念のためにシェルもやっとくか。時魔法とか使えないからスローとかできないんでね。
なんか記憶がもうないとかそんな感じになってんの？そうだ、そうと言えよ。まあ自分がカーソル動かしたからそれでメッセージが早送りになってた。5人で脱出。メッセージその流れてるから動かすわけにはいかないんでね。俺も仲間。これ後ろで一緒に戦ってくれたらね、心強いけどね。あ、イベント戦闘か。今のメッセージ絡みの話、バトルメッセージは、バトルメッセージの自分での操作で進むというのをなくすって設定が、ね、あるかなと思ったけど、ないね、そんなの。せっかく戦闘の中の会話シーンでなんか盛り上がること言ってても自分の操作で全部ね見えなくなるっていう、ね、悲しい状況になってる。さてここら辺なら倒せるでしょう。あー、シェルやってきたね。さてシェルによって守られた状況、2000ぐらいか。殴ればいいんじゃない。ブレイズ、そこまでの大ダメージではない。ブレイズは何だろう、水扱いなのかな。いまいちどういう魔法かがわからない。クルルが峰打ちを習得。なんで経験入んないかな。ほんとどうしてこうなった、どういう意図があってやってたのかが当時わからないけど、ボーリー使いましょう。ゼニ投げ覚えてる。じゃあレベルもこの42で打ち止めか。今回のプレイは50ぐらいまで上がるかなとか思ってたけど、操作をこれから先制しても敵の方が早く攻撃やってくるんだけど、あまり先制の意味がないよね。なんとか一体倒した。なのでオート戦闘じゃないとあまり先制の意味がね見出せないっていう。これいかにも敵出てくるんじゃないの、この宝箱。そうなると、あ、エーテルも結構数厳しい。あ、大丈夫だった。せっかく今まで戦ってきた分がね、全部無駄になるかなとか思ったから。戻れるのかな、戻れるなら、多分今のタイミングでオートセーブされてると思うので。これさっき辛かったんだっけか、いや、勝てたよね。水に弱いんだっけか、ちょっともう覚えてないんだけど。ライブラ、ロマホ、ボーリー。結構ゴリ押しでなんとかなったはず。2万ぐらいの HP だったと記憶してるけど。弱点は特にない。
ホーリーに切り替えましょう。チラハドリ今まで使えなかったのか。敵の方が早い。うん、ザチ早くも倒して、これも経験手に入んないの。さて、レナがマスターになった。となるともう魔法系は軒並み終わったのかな。赤とかやらなくていいでしょ。どうするか、やっと行ってこっち側を召喚か白か黒か召喚。こんな感じで、あ、そりゃそうだよね。あれ、白やるの忘れてた。アビリティつけてないぞ。とりあえずバハムートぶつけておきましょう。5万か。いや、ないか無理でしょ8000って。直前の経験稼いだのもなくなってるから、またジョブの対応からやらないといけない。うん、急に楽な敵が出てきたけど、今はどうでマスターにはなってないか。違う、もう無視しましょう。回復やっとくか。さて、これでまたマスターになった。これを侍チロ魔法、こっち側を召喚、これも白魔法。で、装備整えて、ベルメス金の髪飾り、これでいいでしょう。左上にも宝箱あるけど、ちょっと今みたいなことがあるとたまったもんじゃないんで、もう諦めましょう。あるな。ああ、なるほどね。レナ前に出さないと。
バッツのマスターになった。並び替え、前、後ろ。こうなると、バッツどうする？今からゼロペースで文句とか鍛えるかって話にもなるしで。でも文句ぐらいなんだよね。かといって今からマスターまで持っていけるかっていうね。でこれだと人が一人魔法系いなくなるので、アリス変えるか。もうさすがに隠し通路はないでしょう。賢者の杖、これで並び替え。あとはエーテル。いやー、エーテル数足らんかもしれん。まだだよね。ラスボスの前に、あっちょ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 、これひどい、危ない。煙玉なかったからどうしようかと思ったけど、あれ何、あのいかにも罠があるんだけど、これ何なの、これ回復違うか、違う敵だ。弱いこと願いましょう。4つのバリアによって無敵の体を手に入れた。バハムート、ちょっと待って、そんな連続でやってくんの。シェル先かな。今キアルが誰かやってたよね。え、なんでそっちが行っちゃうの。一番上に行ってくれても良さそうなもんだけど。間に合わんか。とりあえず回復しながらずっとシェル撒いていきましょう。逆に言うとそれでなんとかなりそう。今バッチシェルやってあるので、切るダメージ400ほど。無駄に時間かかるね。これでやり終わった。銭投げでいいか。500ぐらいか。こちらはこれも500ぐらい。レナとクルルで攻撃で、あとは回復でなんとかなると思う。召喚バハムート、これも蹴りやっときましょう。
一個倒した。ゼニーあげ。うん、全部倒した。弱ければいいけど仕方あるまい。なんだろう、強いんだろうか、やっぱり。フラッシュ。ライブが。耐える戦いだけでもいいような気がするな、これ。あとはホーリーで攻撃やっていけば。うん、HP もそこまで高くない。炎に弱い。霊気に弱い。多分全部に弱いんじゃない？そんな感じだね。霊なる力にも弱い。バリアがなくなったので、丸腰になっている。うん、全部攻撃防いでるから安心して戦える。もう倒せるんじゃない？これバッツも行ってもいいような気するけど、安全考えましょう。お、なんだこれは、味方なのか敵なのか分かんないけど、間に合った。どっち側なんだろうな。いや、もう勝てそうだったんだけど邪魔になってんだけど、ギルガメッシュ空気読んでほしいんだけど。いや、もう向きおかしくない？これあると、メッセージあると、こっち側何もできなくなるんだけど。行動するたびにメッセージ送られるから身動きが取れん。さて、ギルガメッシュに攻撃してるんだけど、大丈夫？ハリス、なんか恨みでもあった？これメッセージ読み終わった後に一個一個動かす。で、今のうちに行動やっとく。HP どうなってるか。うん、まあまあ、イベント終わるまで待つしかないのかな。このメッセージは飛ばせないんでね、今流れてる。動かしてんだけど。早く終わってもらいたいんだけど。戦ってよ。ようやく動き出した。いつもなんか行動早いのにここら辺行動遅いから。自爆。あー、自爆、そっか、自爆あるのか。結局ここなんだろう、セーブポイントかな。ああ、いや、アイテムとか経験も手に入ってなかったような気がしたけど、気のせい？全部持ってった、ひょっとして。ギルガメッシュがもうそろそろボスだよね、どう考えてもね。ちょっとジョブも全部最後出品にしましょう。白魔法と、あともう一個特段何もないけど、カバーグあたりどうだろう。
最強アルテミスの弓なの？エクスカリバー。両手も効いてるのかな、これ。盾持たせると？両手は効いてないか？設定やらないと。で、赤い靴。混乱を防ぐ。混乱防ぐ系も悪くはないと思うけど。リボン装備できるね。これも。まあ、白は全部つけといて、あとどうするかだよね。HP アップってつけなくてもなんか効果発動してるみたいな書き方見たけど、実際どうなのか。装備後にしましょう。全部。接近やっといて。これ軸。アリスが結構中途半端な育て方だったな。いろんなことできるのはいいんだけど。結局これといったことができてない。もうつけるものないんだよね。どうする。何もなさすぎて。カバウやっとくか。金の髪飾り、エルメスの靴、こっちも金の髪飾り、エルメスの靴。装備は、攻撃受け止めるのはすごくいいように思う。だが聖なる魔法強化、魔法属性アップ、盾装備させた方がいいようなね気もしないでもないけどね。賢者の杖どこだ？賢者の杖。これ。あ、盾装備できるね。こっち側も。あ、もう盾がそもそもないかもしれない。まあ、こんなところでいいでしょう。並び替え。では、いよいよ、多分、最後の戦いとなるであろう。この後、コテージに集まる。こんな深いところに。で、セーブも忘れずに。ましょう。大丈夫か？アビリティくっつけ忘れは。どうするかな。カバウ別のに変えるのもいいと思うけど、面白いのがないんだよね。逃げましょう。逃げましょう。逃げてくれ。頼むから逃げてくれ。戦う意味がないからね。 ABP ポイントも手に入らないんで。これ最後だよね、もうどう考えてもね。では今回はここで終えて、次回またこの続きやっていきたいと思います。いよいよ最後、また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。